BTS の年少メンバーであるユングクーク、ジョングクとジミン、ジミン、通称、ブクミン、の2人が気ままに過ごす姿を追った旅行バラエティー、アーユーシュア e の第6話が9月5日に配信された。アメリカのニューヨークから始まり、メンバーの部位も加えたマンネライン、年少組、で滞在した韓国の最終島に続く、最後の旅行地は日本の北海道。 自民とユングクークは今回も気ままにのんびりと過ごす旅を満喫した。以下、ネタバレがあります。写真、自民ユングクークのイケメンっぷりにゲレンデが溶けそう。北海道を満喫する二人、日本語をたくさん話す二人の姿にファン感激。 2023年12月12日に同伴入隊をした自民とユングクークの2人が北海道を訪れたのは直前の11月25日。BTS の結成以来、何度も日本を訪れていた自民とユングクークにとって、北海道はメンバーたちとの良き思い出が残る場所だったそうで、自然と最後の旅行地に選んでいたという。札幌のホテルに着くなりユングクークは、これはビールです。 自民は、コンビニに、行きましょうと日本語を披露。ライブで話すためにたくさん勉強してきた二人は、ひらがな、カタカナは結構読めるようで、町中や駅で目についた文字を読む姿が散見された。特に札幌のラーメン店や余市のスープカレー店などではスタッフに頼らず、翻訳アプリを使用しながら、自分たちで店員と日本語トーク。〇〇はありますか〇〇をお願いします。 いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございますなどの基本的な会話は完璧で、日本語たくさん喋ってる。と日本のアーミー、ファンの総称を喜ばせていた。子供のようにはしゃいだかと思えば、急にセンチメンタルに。リラックスムードの二人は、道を歩いているだけでも事件勃発。札幌の凍った道を滑って遊んでいたら、ユングクークが勢い余って転倒。 それを見ていた自民は声を上げて大笑いし、とても楽しそう。各所で雪がたくさん降っていると子供のように目を輝かせたり、ユングクーク、新雪をザグザグ踏んだり、自民、時には犬のように服についた雪を体を震わせて払う、二人。しまいには顔ぐらい大きな雪玉を作って相手にぶつけ出す、ユングクーク、など子供のようにはしゃいでいた。その一方、 年齢を重ねたことを実感する機会も増えたらしく、自民がメガボルトで共演した子供に、おじさんと言われたショックを語ったり、昔はたくさん喧嘩したねと振り返ってしみじみしたりする姿も。V が加わって3人になると自然と誰かがふざけてしまうのか、最終島ではわちゃわちゃした場面が多かったが、今回は過去に2人でカバーしたクリスマスソングの音源を聞いて、声が違うと語り合ったり、 大昔の RM の誕生日での出来事を思い出して二人で大笑いするなど、ちょっとしんみりする場面も。入隊直前だったということもあり、センチメンタルな雰囲気になっていたのかもしれない。即興コントを披露したかと思えば、肩を寄せ合うシーンも。だが、もちろんただおとなしくしているわけがない自民とユングクーク。夜市にあるウイスキーミュージアムへ向かった際には、 商品を試飲することができるカウンターバーで、あちらの方からですと日本のドラマでも、あるある、ナシーンの即興コントを披露するなど、笑わせることにも余念がない。かと思えば、電車の中で肩を寄せ合って海を眺めるなど、しっとりしたシーンもあり、北海道編も感情が揺さぶられる場面が多そうだ。ラーメン店やスープカレー店などが特定され、 SNS では二人が訪れた場所や座った席がすでに聖地化されているが、9月12日、木曜日配信の第7話では真冬のアクティビティを楽しむ様子が予告で流れており、新たな聖地誕生の予感だ。Are you sure? 全8話は毎週木曜にディズニープラスで独占配信中。